自転車でゴー。おなじみ自転車といったらこの曲。この曲が使われたのはアニメでも第36話サトシたちが自転車で橋を渡るシーンだけである。今後自転車に乗ることがあればこの曲が登場すると思われる。逃げろや逃げろ、鬼スズメ、スピアー、怒り猿、みんなこの曲に乗って追いかけてきた。バトルシーンでの使用も多く、第6話のヒトデマン対ニャース、第9話のピカチュウ対カラカラ、第33話のヒトカゲ対ガーディーなど、サントアンヌ号もこの曲に乗って沈没してしまった。旅する一行のフィールドの曲。これまで冒頭に2回登場。第9話の霧深い森や第36話の街の情景に使われ、旅の始まりを告げた。